人間ってなんだろうねっていうところで幸せを求めて、はい、飛ぶ青い鳥じゃないですか、はい、人間なんて、はい、わかんないんですよ、うん、ビンランとサガを探すんですよ、はい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 、土地をね、楽園を目指してね、はい、で楽園を目指して歩き出すと、うん、何が起きます？何が起きるか、まあ、いろんなことが起きますよね、はい、楽園見つからなかったり、すごい障壁があったり結局ね、はい、戦争が起きるんですよ、はい、分断さ、はい、悲しい動物ですね、はい、人間って、うん、でなんで戦争が起きる、まあ比較ですよね、要は、うん、あの三浦淳さん、はい、三浦淳で、うん、YouTube で検索するとですね、うん、まあ、NHK でやったのかな、最後の授業というのを多分見つかるんですけど、うん、その中であの、まあ、三浦淳さん、まあうん、ゆるキャラとかで独自の路線を走ってますが、はい、その方もおっしゃっているのは、人が苦しいのって比較だと、うん、親、はい、周りの環境、うん、理想の自分、うん、そういったのと比較して自分が苦しくなる。だからその三浦淳さんが唱えているのが比較三原則、うん、はいはい、比較しちゃダメだと、うん、でその動画を見るとね、三浦淳さん、はい、なんかすごい独自路線で、うん、うまくやってるじゃんって見えるじゃないですか、うんうんうん、でもその動画を見ると三浦淳さんが言ってるのは、うん、時折もう今僕も、うん、マスクの中で、うん、苦しくなると、うん、比較三原則って言ってますと、うんうん、電車とか乗ってて、うん、周りを見て刺激されると、うん、比較三原則って言うようにしてますって言ってるんですけど、うん、結局あの三浦淳さんでさえ、うん、多分そのゾワゾワっとする比較してるって話ですよね、はい、結局何かと比較した時に、うん、できてない自分なのか、うん、なんて言うんでしょう、うまくいってない自分なのか、稼いでない自分なのか、うん、いろんなこの基準ってあるじゃないですか、うんうん、皆さんドラゴンボールっていう漫画も見てもね、結局スカウターをかけるとね、強さのバロメーターでされるんですよ、はい、戦闘力53万ですとか、うん、ヤムチャが198でしたとかね、うん、ザコだとか、うん、エフランだとかね、うんうん、ひもてだとか陽キャだとか、はい、比較するわけですよ、比較するわけですよ、苦しいですね。で僕はどちらかというとそっち側です、比較する側、違う、そう、比較、ついつい比較してしまい、うんうん、うまくいってない自分だねっていうので、うん、何かその自分で偽りのメッセージを入れないと元気が出ない人間なので、今ツイートでええ風が吹いてきたでっていう打つことでちょっとドーピングしてですね、うんうん、毎日を生きてるんですね。でもだから本当は比較するなって話ですよね比較さんでもそれができないから苦しいって言ってるんですよ、うん、でもこう諦めるなじゃないですか。まあ、確かにスラムダンクでは諦めたらそこで試合終了ですよっていう名言があるんですが、うん、できない、難しいのは分かってるけど、まあ、諦めちゃダメだって話じゃないですか。なるべく比較三原則ってやってるわけですよね、三浦淳さんはやってますだからそれをやりましょうって話じゃないですか、三浦淳さんのように、あ、ダメダメだ、比較しようとしたらダメだダメだみたいな、そう、本当比較三原則なんですよで比較しちゃダメなんですけど、うん、嫌でも入ってくるんですよね、うん、見やすい10秒ぐらいのパッケージで、はい、YouTube で流れるんですよ、うんうん、てんてんてんてれてれてれてんてんてんてれてれって、はいはい、うん、これをやるといい3つの、はい、3つの原則みたいな、はいはいはい、なのが出てきて、うん、できてねえなってなるわけじゃないですか、うん、これをやると良いってなるとまたできてねえが出てきますからね、はい、もうこれがねこれが苦しい皆さんこれないんですかね、うん、僕だけですか、こんななんか毎日、まあ、ある人とない人はいるんじゃないですか、右往左往してるの、まあ、程度の問題じゃないですか。あ、うん、でまあこの我々の世代なのか、うん、このなんか僕の今の見方ね、だからこれ、はい、いい悪いはちょっと僕には判断できてないんですけど、うん、お医者さんなのか、はい、マスコミなのかが、うん、もう僕の中で今病気を増やそうとしてるしか見えないんですね。というと要は、うん、あの英語とかカタカナの病気が増えてると思ってるんです、はい、なんかアスペルガーとか、はいはいはい、ADHD とか、うんうん、あの HSP とか、うん、生きづらさみたいなのが、うんうん、そんな病院に行かせたいんですかと、
誰が儲けてますかそれって、うん、思いません？その儲けは僕には還元されてないです。多分昔からいたんですよ。でも昔は昔から病院に行く人はいたんだと思います。多分学校で馴染めないみたいな感じじゃないですか。はいはいはい、はい、でなるとなんかこの子は何かあるんじゃないかって病院に行ったけど何もないから帰ってけって、はい、言われてた昔はね昔は、はい、頑張れって頑張れって言って追い返されてはいはいはい、はい、まあ診察は受けてると思うけどはいはいはい、はい、で薬とかも特にない、はい、ないのか出さないのか、はい、まあそういうのが一般的じゃないので、はい、まあ、返されたみたいな話だとは思うんですよね、はいはい、で今はまあ薬が出たりとか病名ができたと僕は思う。病名ができた僕はそうやってごめんなさい、うん、多分世代だと思ってます、はい、なんで僕もある種の病気です、うん、申し訳ございません、うんうん、でその苦しむ人もいるわけじゃないですか。障害者手帳を取れれば、はい、その人たちや生きやすくなるって話じゃないですか。あ、それで生きやすくなるならぜひそれでいいと思います、うん、はい。で多分僕が多分今これを喋ってるのは、うん、僕は多分そういう風に見ていて、うん、それで儲けを得ている人がいる、はいはい、で僕は儲けを得られてない側っていう見方をしてるんですね、うんうん、僕はそこに乗っかってないですっていう見方をしていて、うんうん、乗っかりたいっていう思いと乗っかれないっていう思いを、それ別に言ったらいいんですか。しんどいですってなんかもらえますよ。でもねそれは男として言っちゃダメだの僕がいるんですよ、うん、それはまあ乗っからないって自分で決めたわけですよね決めてるのかそうかもしれないです、はいはい、うん、っていうのから、うん、楽になりたいですよねっていうところで始めているのが老子ですね、うん、はい、はい、ということでごきげんよう。老子の時間です、はい、はい。